朝の9時半です。ふうふう9時半から起きてくれてありがとう。配信のために起きてくれましたか？それとも普通に起きてましたか？わからないけど、ありがとう。おはようございます。おはようございます。朝ごはんは食べましたか？食べたのかい？食べてないのかい？えっとおはよう。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  おはようおはよう皆さん早起きマンですねえっ、ー、と普通に起きたらこの時間えー、さすがそれは運命です私はでもあの配信したのはこの時間だけど起きたの今日早い7時15分くらいに起きました7時半に起きる予定だったんですけどアラームよりも前に起きれちゃったので7時半に起きあっ7時15分に起きましたゆみちゃんのためにアラーム本当にじゃあ今結構寝ぼけ気味くらいなのかな <laughs> 寝ぼけてるおはよううありがとうございます今起きた普通に起きてたら昼えー、すごい昼までなんかさ、まあ、でも疲れてるってことだよね普段の生活私は疲れてないのかもしれないんだけど昼まで寝れない絶対起きちゃうんだよね絶対えっ、ー、とはじめましてはじめましてこんにちは来てくれてありがとうございます久しぶりの日曜休みそれはゆっくり過ごしてなんかどこか行くのかもしれないけど楽しんで過ごしてください日曜休みいいね おはようございます。朝からメイクバッチリそうだね。えー、っとキイさんかわいいありがとうございます。嬉しいありがとう。そうそうさんハートありがとうございます。ありがとう。おはようおはようございます。メイクしてるバッチリ。おはよう布団の中で聞いてるありがとう。見に来てくれておはようおはようございます。今週から冬休み疲れてるはずないや。<laughs> なんでだろう。私はもうね無理です。なんか寝るのが早いのかも。 寝るの遅いいんじゃないだってさよく考えたらさ2時くらいに寝ちゃった日にさ10時ぐらいに「おはようございます」って言って「遅ようございます」みたいな「ちょっとやばいめっちゃ寝ちゃった」と思ってたんですけどよく考えるとね2時から寝てるからね10時まで寝てても8時間寝てる、まあ、8時間はすごい寝てると思うんですけども8時間だからね12時間くらい寝た気持ちでいたけど言うてまあ8時間だから多分寝るのが遅いから朝起きるのも遅いのでは違うかなえっ、ー、と「こんにちは」来てくれてありがとうございます。 やっほーえー、と朝ごはん食べてたいいね私はね朝ごはんって朝ごはんは食べてないんですけどまあでも食べました食べ物なんかアボカドを食べましたアボカド丸々1個じゃなくての半分をなんかあのごま油とか何かで味な,なんだろうごま油とか何かで味付けしたなんかアボカド漬けみたいなのがすごい好きでそれが家にあって。 食べました。半三三分の1くらいのアボカドを食べました。朝一で。えっとミッチェルさんクマありがとうクマベルありがとうございます。ありがとう。おはようございます。えっとヤクルトせん飲んだいいちゃんヤクルトせん。私はヤクルトせんは飲んでないけどヤクルト飲んだ普通の。ヤクルトせん飲んでから普通のヤクルトの味を思い出して、そういえばこれ美味しいよねってなってヤクルトせんも家にあるけど普通のヤクルトもあって。 普通のヤクルト飲んだそういえば今日えっ、ー、とおはようございます昨日はありがとうそうだごめん言えてなかった昨日はオンリーボックスでしたあのお話ししてくださった皆さんありがとうございましたありがとうございますオンリーボックス楽しかったです今月もすごくすごく楽しかったありがとうアボカド苦手え本当にえ一回ねちゃんとね食べてほしい アボカド、美味しいアボカドなんかねアボカドってね当たり外れあると思うんだよねすっごくいや多分あの一回食べたアボカドがあんま美味しくなかったんじゃない多分分かんないけどあの本当においしい今だっていうアボカドを食べてほしい何度も食べたことあった上で嫌いだったらごめんなんだけどなんか一回食べてちょっとダメだったみたいな時はそのアボカドに問題がある説も結構あると思う。割とね <laughs> 当たり外れ激しいイメージですよ私的にえっ、ー、とおはようございますありがとうございます来てくれてありがとうえっ、ー、と朝ごはんしっかり食べてごめんしっかりは食べてないから <laughs> アボカドをパクパクちょっと食べただけなんかちゃんとなんか定食朝定食みたいなごはんは食べてない私も食べてないですね朝ごはんでも食べるの大事だよねえっ、ー、とおはようございます来てくれてありがとうございます やっほー、さん、オンリーボックスありがとう、覚えてくださってもちろんだよ。ありがとう、お話ししてくれて。この今年、版もオンリーボックス、私はもうおしまいなんですけど、来年も開催されるとは思うので、また来年お話ししてくれたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。楽しかったです。えっと、こんばんは、来てくれてありがとうございます。クリスマスこそ、そう クリスマスマが近いの来来…来週来週クリスマスだから <laughs> クリスマスコスプレをしましたどっちかの部だけしようかなって思ってたんですけど結局どっちもあのサンタとトナカイを着ましたサンタさんは初めて着るやつ着ましたチェックのサンタ着ましたえっ、ー、とどうしよう今携帯止まった大丈夫えなんでアラーム何のアラーム 配信始まるよアラームをねかけてたんですけどそれがスヌーズになってる説あるので5分おきくらいになっちゃったらどうしようちょっと汗汗 <laughs> また次なったら一回止めますえっとおはようございます来てくれてありがとう本当に美味しい今だって時の甘い人参あ逆に嫌だ <laughs> いやだって言ったらあれだけど食べたくないやっぱそうだよねごめんアボカド食べてみてほしいとか言っちゃったけど食べたくない人からしたら食べたくないよねい本当に今だって甘い人参は余計無理かも私甘いのが無理なので人参のあの砂糖で味付けてるみたいな甘いみたいなそういうにんじんが無理なのででもあれですよあの茹でてさえなければにんじん食べれるんで全然甘いのも食べれると思う口と声がずれ始めた本当じゃ一回止めるね一回止めます